はい、お疲れ様です。親父です。今日はですね、2024年6月12日です。もう早いもんですね、6月も半ばになっちゃいましたけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。相変わらず喋りが下手なんでね、申し訳ないです。で、今日ですね、ヤフーニュースを見ていたら、まあ、またまた2024年問題のことをああだこうだ書いてあったんですけれどもね、毎回チェックするんですけれども、なんか今一つですね、今一つ、まあ、どういったところが今一つかというと、もっとね、我々ドライバーの願いというかね、訴えをね、バンバン乗せてほしいんですけれどもね、なんかちょっと違うなという感じがします。で、そんな中ね、まあ、今日ヤフーニュースで見たニュースはですね、鹿児島の方のトラック協会の会長さんの話です。で、その方はね、鹿児島県内で大きな、まあ、大手の運送会社を営んでいる社長さんらしいです。で、その方がインタビューにいろいろ答えていたんですけれどもね、で、そこの会社はね、まあ、いわゆる2024年問題、残業がね、年間960時間以上できないという、その対策でね、フェリーを使っての運行をしているらしいです。それによってね、ドライバーの労働時間がね、かなり短縮されたと。で、トラックを運転している時間は、もちろん高速時間というか、まあ運転時間ですよね。運転時間になるわけですけれども、まあ、フェリーに乗っている時間帯は、全部休憩時間という塩梅で、まあ休憩しながら、まあトラックが、最寄りの、港に着いてしまうと。まあ、10時間とかね、12時間とか、フェリーで行くんだったらね、かかりますけれども。まあ、鹿児島の方からね、東京、まあ、関東方面、まあ、関東どこにフェリーが上がるのかよう、わかりませんけれども、横浜かどっか、あの方でも上がるんですかね。大阪でしたら、南港ですよね。北海道の方まで、そのサンフラワーというのが行くんだろうか。その辺はよう知りませんけれども、まあ、さすがに北海道は行かんから。鹿児島からね。行く便があるから。まあいいか、それはね。で、そんなこんなで、まあドライバーの労働時間の短縮をしているといったところでね。でもね、フェリー、安くないですからね。フェリーはね、安くないですよ。まあ、陸送で行った方が安いですね。ですから、ただでさえ、高い高速料金。なのに、フェリーを使っていくと。で、コストがね、結構、かかるらしいんですよ。まあ、労働時間の短縮にはなるけれども、一台一台のね、コストがかかってしまうと。で、まあ、燃料も上がってるわけじゃないですか。何かとね。で、もうね、会社を存続させようと思ったらね、もう国とか県にお願いしてね、助成をお願い しなくてはならないと。助成というのは、女の人じゃないですよ。まあ、わかってるでしょうけれども、まあ、助成金ですよね。
をしてくれと、補助をしてくれと、みたいなことをね、お願いしていかなければならないと、いったところでね、で、まあ本当ね、今、油もね、結構高くなっています。もう結構どころじゃないですよね。乗用車に乗っててもね、あ、油高いなと思うんですからね、トラックなんかね、本当もう何百リッターとね、炊くので、もう月にね、月に、もう長距離なんかだったらね、もう1000リッター、何千リッターと積むわけですよ。ですからね、油代はもうバカにできないですからね。で、国ってもう法律を決めたらあとは放置みたいな感じじゃないですか。もう法律決めたんだからお前たちは守れよみたいな感じで。でもね、これ本当がんじがらみにね、ピシッと守ってたらね、運送会社やっていきません。絶対やっていきません。まあ、倒れる運送会社はね、もう数多くはあると思いますよ。いくらね、大手の運送会社でもね、大手の運送会社ってね、その下の洋車だとか、下請け、いわゆるね、そういったグループ会社にね、助けられてるんですよ。で、大手の会社って、まあ、いわゆる、自分のとこの車は少なくして、で、下請けに出すと。そっちの方がね、自分のところの車をね、動かすとお金がかかっちゃうんですよね。コストがかかるわけですわ。ですからね、本当電話とかね、メールだとか、そういった通信手段でね、車を動かした方がよっぽど安いと。言ったわけなんですよ。ですからね、大手の会社というのはそんな自分のところでね、台数を持って動かすという会社はまあ、少なくないと思います。ですからね、その大手の会社というのは小さなそういったグループ会社にね、助けられているわけですよ。でもね、その中小小さな運送会社がね、もう立ち行かない、もう潰れてしまってはね、大手だってね、車がないわけだから。で、実際には荷物運びませんよね。そうなったらこういった現象がね、必ず起きてくると思います。ですからね、本当もう毎回言うんですけれども、運賃の即刻値上げですよ。で、運賃をね、値上げしてくれないような荷主はね、もうそんなところに荷物はもう運ぶなと言いたいですね。それでもね、荷物は運んでやるから、その荷主はね、調子に乗って値下げだとかね、運賃も据え置きとやってくるんですよね。でもね、本当近い将来、もうね、もう今月からそうかもしれません、来月からそうかもしれません、もうね、立ち行かなくなって、運送会社はね、バンバン倒れていきます。で、運送会社がね、バンバン減っていきます。そうなった時に、あなたのところの荷物は運べませんよと。だいたい運送会社がいないんだから、運転手いないんだから、もう運べませんよというようになりますよね。で、世間の皆さんもそうですよ。今当たり前に荷物が届いてる状態じゃないですか。今当たり前にね、宅急便だろうが、アマゾンの荷物だろうがね、ヤフーショッピングの荷物だろうがね、当たり前に届いてるわけじゃないですか。でもね、これ運送会社が いなくなったらね、で、トラックの運転手がいなくなったらね、その荷物
届かなくなりますよ。でスーパーなんかでもね、新鮮な野菜、新鮮な肉、魚並んでるじゃないですか。もうね、冷凍食品しかね、なくなりますよ。もう冷凍加工食品。もうね、本当の地元で取れた魚しかね、スーパーに並ばなくなりますよ。しかもね、それで数が少ないですからね。もうスーパーに行っても売り切れと。もう品数が少ないといったところでね。で、野菜とか魚介類がね、たくさん取れるところはあるじゃないですか。まあ農村地帯だったりね。それとか漁業で生計をね、立てているようなところはですね、それこそね、魚がたくさん取れても、トラックで運べない。もうこんだけたくさん魚を取ってもね、運ぶトラックがいないと。運べる手段がない。もうね、自分たちで食べるか、処分しなきゃなんないですよね。新鮮な魚を東京に送ろうと思っても、もう東京へは送れないと。もう翌々になってしまう。魚が腐ってしまう。魚が死んでしまうと。もう魚も冷凍しなくちゃね、もう運べなくなると。そういったね、時代がね、必ずやってきます。そうならないがためにもですね、もう運賃の早期値上げというのはね、もう必ずやっていかなければならないと思うんですよね。そもそもですね、運賃を値下げして荷物を取ってきた時代があるんですよね。もう今から30年も40年もね、前の話ですけれども、まあ、トラック野郎の映画の中でも出てきますけれどもね、運賃を値下げして荷物を取ってくると、そういったことをねやってきたわけですよ。それがね、その流れで来ているから運賃もね上がらないんですよね。そんな安い運賃でいいと。だから運賃が安い水準なんですよね。もう運賃なんかでもね、もう30、40年前とね、そんな変わんないと思いますよ。こんな世界がね、どこにありますかと言うんですよ、本当に。ですからね、その辺のところはもう国とかね、その行政の指導でね、もう先日も動画に上げましたけれども、基本料金プラスあとはオプションでね、手積み手下ろしするんであれば1個につき10円とかね、あとは基本料金、まあ距離に換算して何キロ超えたらもう50キロ越すたんびにもう1万円とか2万円とかね、5万円とか10万円とかもう上乗せすればいいんですよ。まあなかなか難しいでしょうけれどもね、そうなるのも。でもね、本当そうですよ。要はね、私たちドライバーはね、お金を稼ぎにトラック乗ってるわけであって、そんなね、誰が安い給料で仕事するかといったところなんですよね。この辺のところをね、よく考えてもらいたい。でないとね、ますますトラックドライバーなんか、私はトラックの運転手になりたいんだけどという人にね、私は勧めませんね。そんな運転手なんかダメだよと。もっとね、勉強して、もっと自分の技術を身につけてと。
で、それに合った仕事を探した方がいいよと、私は、アドバイスしますけどね。もうこれからはね、運転手はもう、ダメだろうと思います。今のままでは。まあ、変わるならいいですけどもね。このままの状態ならば、もう運送業というのは、もう、やらない方がいいんじゃないのかなと思います。はい、そういったところで、本日の動画は以上です。ありがとうございました。